相手繋がってないあれ。あれなんだ、何やってんだ俺。同点です。おバカさんね。
爆発する。負けてたな、この試合も。ダメだ、俺はもうこれこれさんに勝てない。B 級辞退するか。俺はぷよぷよやっていい人間じゃねえよ。なんかもう申し訳なくなってきた。いろんな人にね、やっぱ練習付き合ってもらったりして、で、これぐらいの結果しか出せない。センスがねえんだよ。もともと俺には。俺は引導を渡されますね、今日。次は予習してきます、おバカさんね。俺はもうただの猿として生きていくわ。いや、俺はニコニコやっててよかった。自分がやっぱ人間じゃないってことに気がつけたから。俺今まで自分がやっぱ人間だと思ってたんですよ。でも違った。その実態は猿だった、ただの。それに気づかせてくれたっていうのは僕の人生にやっぱ大きな、ね、
やっぱ革命をもたらしてくれたし。俺は猿だったんだよ。俺はだからもう勝てない。俺は中学だって、俺は中学2年からよ、引きこもり始めてよ、ぷよぷよだけをやって生きてきてんだよな。他のやつらが青春してる時間を俺はずっとぷよぷよにつぎ込んできたんだよ。でこのダマだよ。
かさんね。いや本戦でも勝てないよ。本戦を打とうが打たないが俺は潰されるんだよ。センスがないからな。センスのない男なんだ俺は。なんだろう、俺中盤戦やっぱ覚えた頃ぐらいからかな、弱くなった。俺は中盤をやるようになってから弱くなったよ。俺はもう僕はもう人間じゃないんで、僕はもう人間ではないので、人間がやっぱ理解できるねことを理解できない人間ですので、刺さるなんで、やっぱみんながね中盤をやると強いとかって言うけど、僕はそれに当てはまらなかったんですよ。中盤をやってやっぱできる、ことはあるのかもしれないけど、溶けた。
ダメだ。いやもうこれもう負けでいいや、俺50先になったけどもう負けでいい。なんか初めて限界を感じたぷよぷよに対する、なんだろうな、その今まで感じたことのない、なんかそういう限界っていうのかな、絶望っていうか、この先俺はもうやっていても多分これ以上は強くなれないんだろうなっていう、そういう限界のようなものを感じました。私はさ、本当にごめんなさい。自分は自分はもう本当にね、みんなを今まで騙してたわ。本当は人間、チンパンジーのくせに、まあ、自分がもう人間であるかのようなね、やっぱ振る舞いをしてきて、皆さんも騙していました。
間違えた。いや、あのね、やっぱ人間、もともとがやっぱ俺もう、メンタルが弱いんだろうな。もう変われないと思う、俺もう、この先。うん。やっぱあるじゃん。もともとのその、天性の明るさとかさ、俺そういうのやっぱ持ってないじゃん。俺って。天性の明るさみたいな。そういうの持ってないじゃん、俺は。つまりそういうことなんだよ。あ、今どっちリードしてんだっけ？もう分かんなくなってきた。あ、俺がリードしてんの今。そうだったか。あ、ごめんな、打つとこじゃん。もう打っちゃった、間違えて。もう違う、今普通に手滑ったんだって。あ、これ負けたわ。